で、早速植物プランクトンは鉄に不足しているか、鉄が不足しているかというお話です。で、まずですね、これ金星と地球と火星の写真ですけれども、金星と地球と火星っていうのは岩石でできている惑星でして、で太陽系ができた時に同じような材料からできてきました。で、金星と地球は同じぐらいの大きさで、火星はちょっと小さいですけれども、同じような材料から出てきたので、同じようにその進化していってもいいはずなんですけれども、実は今の例えば大気の成分っていうのはこれあんまり、非常に違いまして、金星と火星は CO2 の大気です。 CO2 が二酸化炭素が主成分の大気です。だけど地球だけが窒素が主成分で酸素が 20% もあるような、そういう変わった星になっています。で、その大気の組成っていうのが、気候にも非常に影響していまして、で気候は、太陽から当たるエネルギーでどれだけ温められますかっていうことと、ちょっとあんまりはっきりしないんですけれど、それから白っぽいとですね、太陽の光をよく反射します。その冷却がありまして、その冷却がどのぐらい効くかっていうのと、あと最近よく出てきます温室効果ですね、がどのぐらい働くかっていうことで決まります。で、特に、地球の場合はですね、温室効果が35度分ぐらい効いてまして、でそれが結局表面の温度が15度ぐらいという、その水が存在するちょうど適当な温度に保っています。金星の場合には CO2 が大気の主成分で、それが、100気圧に相当するぐらいもありますので、温室効果がむちゃくちゃ強くて、非常に熱い、水も沸騰してしまうような状態です。で、火星は、小さいので大気をたくさん持つことができなくって、温室効果も弱くって非常に冷たい、最も太陽から遠いのが一番原因ではあるんですけれども、でも火星がもっと大きくって CO2 がもっとたくさんあったとしたら、温室効果がもっと強く効いて液体の水が今でも残ってたかもしれません。で、そういうふうに、CO2 の量が、温室効果を決める上で、重要です。で、過去の、気温とか大気の状態がどういうふうに変化してきたかっていうことは、いろんな方法で調べられてますけれども、例えば南極とかの氷のコアを取ってきて、それを、上から順番に調べていきます。これ、現在から、60万年前までのデータでして、真ん中のギザギザが、酸素の同位体比っていうものです。酸素って重さの違うものがあるんですけれども、その組成を調べることで、これは温度を復元することができます。そうすると大体10万年周期ぐらいで暖かい時と寒い時があります。氷期と間氷期があります。で、それが、ここだったら60万年間ずっと続いてきたんですけれども、最近の、人間による CO2 の排出によって非常に温度が上がってきているということが分かります。で、それと同期しているのが、メタンとか CO2 とかの温室効果ガスの分布でして、で、これどっちが原因でどっちが理由かっていうのは難しいところがあるんですが、でも例えば、温度と CO2 の濃度っていうのは非常によく合っていまして、間氷期には高くて、で CO2 が多くなって、それで温室効果が強くなってっていうことが、暖かくなることの原因の一つであったと考えられます。で、今は、メタンにしても CO2 にしても人間の活動の影響で、ここ少なくとも60万年にはなかったぐらいの濃度のものが、それも著しく急激に増えてますので、その影響が心配されるということです。